じゃあスワクテガと申します。今回は懐かしのバージェストマン、ガエル・バージェストマンの出来紹介動画となります。現代版にほんの少し、いじっております。いじっているところこちら、海竜神の月光、デッキから激流素を1枚手札に加えるという、お前ほんまに遊戯王のインフレを感じさせるってレベルじゃねえぞっていうカードです。こんなカード出てくるとは誰も思ってなかったと思う。激流素が出た当初、制限カードやで、ね、これ。で、自分フィールド上の水属性モンスターが効果で破壊される場合、代わりに5時のこのカードを除外できる。まあ、激流素との兼ね合いですね、これはね。これによってですね、展開した持ち帰るや、あるいはこちらの豪雨の結界像などを激流素から守り、そして相手モンスターを破壊するということができます。この激流素はね、意外と今の環境というか、現代の環境にマッチしてて強い。そんな感じする。なんか結構食らうし、このおかげで勝てた部分がある。素引きの激流素も全然強いからね。他はですね、まあ余った、手札に余った、こういったね、ピカイアとか、あるいはもう使うことがないだろう、マーレラとかを捨てつつ、禁じられたひとしずくで無効にしたりとか。で、相手のマクシムスを、効果を逆手にとってですね、急進ヌトスを使うとか、そういったこともできます。さあ、まあ他はね、コーラルアウネモデが強いなというのを、まあこれは対戦動画で見ようかなと思います。他はもうほとんど水属性とか、あるいはもう、大取り物で奪ったモンスターを、トロイメアで除外す、使う的な感じです。それじゃ行ってみよう。はい、まずは、基本でこういう動きをするっていうだけの話ですね。着替えるから、で、まあ、いつものガエルのね、動きです。そしてここでコーラルアネモネ、コーラルアネモネで墓地の着替えるを作成して、着替える効果で、生き返るの効果で、で、持ち帰るの効果でデッキから間違えるを持ってきてロックをかけます。まあ、これが一番簡単なやり方ですね。で、コーラルアネモネはですね、自分の墓地の1500以下の水属性モンスター1体をリンク先に特殊召喚するということができるので、毎ターン着替えるや間違えるなどを蘇生することができます。で、当然この間違えるとかはですね、他のエクシーズ素材に使ったり、あるいは、禁じられたひとしずくの効果で使ったりなどができるので、もう全く無駄にならない。素晴らしくシナジーが噛み合っている。これ本当に強い。さあ、次はヌメロンデッキですね。チキンレースから発動。さあ、ヌメロンダイレクト。デッキからして、終始希望の記憶で4枚ドロー。強いですね。で、ここでツインツイスター食らって、もうマジで負けたと思った。本当に負けたと思いました。しかし大取り物で奪います。結界像でなんとかビートをするのです。そしてマーレラ効果で即召喚で、オパビニアで、オパビニア効果でオレノイです。で、そのまま発動します。で、持ち帰る召喚。ここは相手さんはもう抹殺の守備者適当に何でもいいから発動するべきでした、ね、で、勝利です。結界像強い。あんだけドローされても勝てる。弾き返すことができるわけです、今のようなのが。素晴らしくない？ここにゼアル出てたとしても、十分、何も変わりませんでしたね。さあ、お次はクリストロンかな。北白の波動、懐かしい。ドラグニティの時使ってたわ。なんか無理やりドラグニティに使ってた記憶がある。コーラルアネモネの効果で墓地の間違いを蘇生ですが、そこは屋敷わらしで無効にされました。で、コーラルアネモネで蘇生。これによってですね、もうこの豪雨の結界像とのにも攻撃することができなくなります。レアンコイリア、まさか使える時来るとは思いませんでした。まあ、あんまし意味ないけど。で、勝利です。間違えるを出さなくても、こうやって戦えるというわけですね、これ。バージェストマのトラップなどで守り、間違えるでロックをかける。コーラルアムネもね、ほんと強い。マジで好き。はい、で、負けパターン見せます。これ、プレミの負けパターンです。戦闘機相手に、直面を持っています。これで負けます。はい、はっきり言います。これで負けます。こいつ。
この戦ってるプレイヤーバカだと思うんでね。でも直面打ったから別にもう何やらんでもいいやと思ってたんですよ、賞味の話、何やらんでもいいやと思ってたんです。で、相手さんが上手かったんですよ、バージェストもなる、完全分かってる。でね、違うんですよ、僕の場合はこう無理やりに出すべきだったんですよね。無理やりにモンスターを出して、そう、ここもで、ここでですよね、ここで持ち帰る出すべきだったんですよ、普通に考えて。で、なぜかオパミニアを出すんです。意味がわからない。ここで持ち帰るを出すべきなんです。持ち帰るを出したら出せるわけだから。で、ここでどんどんライフが減っていくんです。しかも神まである。で、結界像ヒーリーようやくいけるかなと思ってた矢先ですよ。ほんと、ほんとに。なんでやねんっていう話ですよね、これ。ほんまなんでやねんいう話ですよ。で、ここで直面切れるんですよ。で、羽暴起食らって、そこに神の宣告食らって、さらにツインツイスター食らって、エンゲージからもうやりたい放題。で、なんとか、なんとかワンチャンティノフィスクスで、これでなんとかなると思ったら、ウィドワンカーで奪われて、ライフがないことに気づいてなかったっていう。これが一番バカな、ね。本当にバカ。絶対勝ってたハンドなのに、負けるっていう。これが本当バカな、戒めのつぶりで、これ、転生エンジンの時と一緒です。はい、次が、なんでしょうかね。多分、ブルーアイズかな。ブルーアイズサイレントマジシャン。で、結界像を白雪でなんとかされそうになったので、カナディアで向こう。で、サイレントマジシャンを SS。で、そこにリノミスクスを当てます。まあ、G を打たれましたが、関係ありません。持ち帰る。この親の顔より見た持ち帰る結界像。これこれ、こういうのでいいんだよ。こういうので。はい、次はバレットかな。まずは着替え召喚、そして特殊召喚も間違いないですけど、で、コーラルアネモネ、で、コーラルアネモネこれだけ着替える。これがふさわしい、素晴らしい。天球の聖刻印は奪っちゃいましょう。はい、奪っちゃいましょうね。で、キャットシャーク、まあ終わらないんですけどねまあ終わらないんですけどね、ぶっちゃけ。っていうか、まあ着替える通常召喚してれば終わってたんですけど、まあまあいずれにせよ勝てるだろうということでいずれにせよこれで勝てるだろうということで、次がエルドリッチかな。まあ、いや、エルドリッチ相手にね、迷い数が微妙なんですよね。ここでスタンバイ直面で、ピカイアをセット。非常に強いですね非常に強いですね。大取り物で奪おうとしましたが、激流を割られるのは致し方ない。さあ、オパビニア召喚で、こいつがいると永続トラップがいるときに破壊されてしまうんで、アドを取られてしまうので取り物で奪います。で、着替える召喚で効果で、持ち替えるで、トレミアフェニックス効果で割って1枚の方、そこ相互リンクなんで、ね。まあ、トロイメアユニコーンから墓地に送って、またもう一回、着替えを出すこともできますし、まあ別にどっちでもいいですね。うん、着替えでもいいですし、セイントリアでも十分勝てる
布陣だと思います。迷い数が強い。お次が転移かな、うん、転移召喚獣なかなか珍しいですね。ツインツイスターはまあしょうがない。いや残ってくれてよかった。ディノミスクス本当ディノミスクス残ってくれてよかった。でこっちもちょっと攻め手にかけるわけですな。これ1枚でも何かしらね引ければよかったんだろうけど、バージェストマカード。全部食らっていくっていうそして持ち帰る。前の時のような過ちは犯さない。結局持ち帰る最強なんだよ。わかる？で、結界沿いでもハリファイは出るんですが、その後が続かない。上に、こちら、間違えるしか攻撃ができないのでね。結局、間違えるで、間違えるロック、持ち帰るは強いってことです。はい、じゃあラスト、ファーニマルかな？うん。で、コーラのね、こうか。で持ち帰る。安定の不死身。トイポットはほっといていい。まあさすがにこいつを止めなきゃならんので、まあ奪う必要なかったですね。変にここら辺を埋めてどうするって話ですから。で着替えるを独自召喚効果。これ落とす必要ないです。はい。落とす必要ないです。はい。間違えるがリクルートできなくなるんでね。はい、前世不詳。はい、いかがだったでしょうか。懐かしいでしょう、バージェストマン。僕のね、好きだったデッキなんですよ。ほんと大好きだった、このデッキ。今でもね、なんかもう一個ね、なんかもう一個、エクシーズでもいいし、リンクでもいいです。バージェストマンのリンクとか。そんなんが出てくれれば、多分、きっと変わると思うんですよ。きっと変わると思う。そういうのが出てくれたら。ポテンシャルはあると思うんですよね。持ち帰る1枚になっても全然働けるから、このデッキだと。このデッキだと働ける。指名者にさえ気をつければいいわけだから。ぶっちゃけも持ち帰る指名者で消え去ったとしても、ここら辺で戦いますからね。マジで戦える。アノマロカリスが出にくくなったのはちょっと残念かな。あんま並ばないんだよ。あんま並ばない。他だとね、カエルをもうちょっと入れてたんですけど、昔はもうちょっとカエル入れてたんですよ。だからまあ、アノマロカリスも出やすかったんですけど、今回ちょっと出せなかったですね。はい、以上です。バージェストマンのデッキ紹介動画でした。もしよろしければチャンネル登録並びにコメント、そして何よりも、リクエストなどお待ちしております。どうか、また次のデッキで、次の動画でお会いしましょう。